おはこんばんにちは、東北ずんこです。東北キリパンです。冒頭でも流しましたが、前回の動画でサバたちに対してしでかしたことを、早速、別のキラーさんにやられてしまいました。その説は、調子こいてしまってすいませんでした。深くお詫びいたします。今の方とは、このことですね。して、ツンネイ様、今回は何をやるんですか？今回は、カニバルの固有パーク3つだけで無慈悲を奪い、熟練のカニバルの実績を解除しようと思います。キラーの熟練実績も残すところはカニバルとプレイグの2人だけとなりましたね。プレイグは次回のアップデで強化されるので、最後の呪文はこのカニバルかな。ところで話は変わりますが、今朝がタイエペックスをインストールしました。あれ、ツンネイ様、エイペックススチームに登場する前にオリジンでインストールしてませんでした？チュートリアルだけやって2試合プレイして、こちらスローディングしてすぐに移動してたね。でもルールを覚えるのが面倒だし、ヨーヨー君しで即アインストールしたんだよ。ここでアクリル短冊を落としたのは痛かったですね。さっきの話にも出るけど、エイペックスって空中から降下して武器を拾い集めて狭まって、これ球場のエリア内の中央に集まっていくじゃない。あのシステムが走りって PUBG なのかな。人様の動画を見ただけですが、フォートナイトも確か同じような感じだったと思います。同じくらいの時期に同じようなゲームがたくさん出てきて、オリジナルがどれなのかちょっと気になったよ。熟練取るのにカニバルだからバベチリで索敵できるのは強みですね。全キラー実績解除できたら、エイペックスをはじめ他のゲームも触っていきたいなと思うんだけど、もうすぐ最後のイベントだし、どうしようかしら。ウプ主が DVD を始めたのも2018年のハロウィンイベントの無料プレイ開催中だったし、DVD のハロウィンイベントにはひときわ思い入れもありますもんね。確か DVD をやり始めた時はこの BGM が使われていて、すごく雰囲気の良いゲームだなとすぐにハマりだしたのを覚えているよ。ライトマンゼンコは当時はニコ生で Steam で検索かけたらどこもかしこも DVD だらけでうんざりしたけど、期間限定の無料プレイをやってみたらこれが楽しく、すっかり虜になったんだよね。やっぱりハロウィンといえばこの曲ですよね。もともとホラー映画が好きだったし、このゲームはホラー映画アベンジャーズみたいに感じたものだわ。さあ、そのジャーズブラウザを見ていくんだ。板が嫌だからクローゼットに投げ返したよ。よしよし。ドワイトもすぐそばに潜んでるね。ここで前回動画広告者様ご紹介。トリモキさん、クロキソウフーマルさん、ジラソウさん、メトナムさん、体型はほとんどご用意さん、たくさんの広告ありがとうございました。
チリで捕捉、向こうのドワイトを助けに走ってるよ。様は鳥頭だから、この時残ったサバはあと一人だと思い込んで、ハイチで巡回してたんだよね。ケリちゃん、余計なことは言わなくていいの？
いですね。釣りだし、いずれにせよ無慈悲はもらったはずですね。マックス正直釣りしたかったの。待ってろブレイブ、次は貴様だ。最後までご視聴ありがとうございました。